皆さんこんにちは、ルネです。今日はですね、いくつかお知らせがありまして、動画にしたためましたしたためた、まず一つ目のお知らせなんですけども、来たる7月14日土曜日ですね、夜の10時22時から、YouTube ライブをさせていただくことになりました。初めてですね、バンドで YouTube ライブをやることになりました。今まで弾き語りとかはあったんですけども、バンドっていうのが初めてで、私もどうなるのかなと思って結構楽しみなんですけども、皆さんにもぜひ楽しみにしていただきたいので、よかったらチャンネル登録してお待ちいただけたらなと思います。で、これにまつわるお知らせがですね、これからたくさん出てくると思いますなので、Twitter とかで結構お知らせすることが多いので、ルネ214でぜひフォローしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。あともう一つ、6月にカバー動画上げますよということで言っていたんですけども、そのスケジュールが、こちらになります。6月8日金曜日、15日金曜日、22日金曜日、29日金曜日、それぞれ8時に、夜の8時に上がります。ぜひ楽しみにしていてください。今回、6月はですね、ギターの石井陽介さんと一緒にやっていきたいと思います。コーラスとかもね、結構凝っているので、皆さんに楽しんでいただけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。あとですね、私のグッズなんかが販売しております。最近作ったパーカーとかですね、あとなんだろう、リストバンドとかたくさんいろいろありますので、よかったら、リンク貼っとくので、概要欄の方で、ルネショップぜひ見にいらしてください。去年発売した、カバーアルバムをそちらで買っていただくと、こういう非売品のね、ステッカーがついてきたりするので、よかったらご購入いただけたらなと思います。よろしくお願いします。あとですね、最近もう一個チャンネルを立ち上げましてですね、そっち顔出ししてないんですけども、396Hz というですね、周波数があるんですけども、この周波数がですね、トラウマを解消したりだとか、不安を解消したりだとか、うつ病の予防になったりだったりとか、そういう周波数があるんですね。ソルフェジオ周波数っていうのが、で、その周波数を含んだ音楽っていうのを私手掛けさせていただいておりまして、この間、4月かな、4月にアルバムが出たんですけども、その視聴動画とかですね、そちらのチャンネルの方で 396Hz ミュージックという、チャンネルがあってですね、そこで見ていただくことができます。声ではないんですけども、そうやって制作の方でその動画アップしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録して音楽楽しんでいっていただけたらなと思います。よろしくお願いします。じゃあ今日はこのところで、ちょうど来週ですかね、来週の金曜日に、まず6月のカバー動画1本目上がりますので、ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。じゃあね、ルネでした。